はい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 。戸郷で負けるのきちい。戸郷で負けるのきつい。マジでほんまに、ファイブアウトでね、相手1イニングに2個エラーしてて、その回転入らないのはきちい。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、カープ対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思います。はい、まず結果からいきます。結果、2対0。はい、完封負けです。地獄、鬼門。マジで広島だけはほんまに松田だけはって感じですけども。はい、まあ負けた理由はね、必ずあるというところで、はい、やっていきます、今日もね。はい、まず最初にですけども、今日の一言目も言わせてください。チャンス作るもあと一本が、5回、6回のチャンスで、点取れないとというところにございます。はい、まあ、後で詳しく見ていくんですけども、まあ、5回、6回っていうところがね、すごくチャンスだったんですよね。すごくチャンスだった。ただそこで、なかなか1本が出ないと。相手のエラーもあるんだけど、そこに付け込めないというところで、まあ、戸郷選手、まあ、大瀬良投手という非常に好投手の、先発でしたけども、まあ、非常に、悔しいですが、負けてしまったと。で、大瀬良投手も非常には、まっすぐ、カットボールっていうところね、非常に、良かったですというところ。相澤選手の配球もね、非常にこう、予想外のね、配球もしてきましたというところで、非常にこう、翻弄されたんじゃないかなっていうところはありました。じゃあね、今日の得点シーンさらっと振り返っていきまして、そして右側で僕が気になったところを、できるだけわかりやすく、面白く、楽しく解説していきたいと思います。はい、じゃあまずはじめ、得点シーンですけども、まあ1回裏、先制されたんですよね。2アウト3塁から小園選手のライトへの2ベースというところで、初回にね、いきなり点を取られてしまうというところ。やはり、松田スタジアムでね、なかなか点取れてないよと、鬼門だよと言われているところで、先制点を取られるのはね、ちょっと厳しいかなというふうに思います。で、4回裏、ワンアウト1、3塁から、秋山選手のね、セカンドゴロの間でですね、ゲッツー崩れ、ゲッツー崩れですね。まあ、角巻選手が、まあ、ショートバウンドを投げて、岡本選手が取れなくて、ランナーが、まあ、進んだっていうのはありましたけども、まあ、タイミング的にはセーフだったんで、まあ、そこはね、まあ、まあ、普通に送球してても、まあ、点は入ってたというところでございます。はい。で、そこはずっとたこ焼き続きまして、0点というところで、非常にね、チャンスめっちゃあったんですよ。今日、三者凡退あったかなぐらい。まあ、後半はありましたけども、大瀬良選手の時に、大瀬良投手の時に、三者凡退の回あったかなぐらいのレベルで、毎回ランナー出てたんだけど、点が取れないというところです。じゃあちょっと右側でね、詳しく振り返っていきたいと思います。はい。まず、戸郷投手ね。戸郷投手も実は、あんまり三者凡退の回っていうのが、多分一回もなかったんですよ。で、それの、やはり、原因というかね、取れるアウトとか、もったいないミスが多かったっていうのはありました。で、これ初回もですね、まあ、一回裏ですね。一回裏、秋山選手に、まあ、センター前ヒット打たれましたと。まあ、これも、門脇選手、まあ、鋭い打球だったんだけど、まあ、あれは難しいっていうところで、まあ、ヒットですよね。で、ここですよね。ノーアウト一塁で、バッター野間選手の時に、ちょっとワイルドピッチをしてしまうんですよ。ワイルドピッチでこう、引っ掛けたボールをね、小林投手が、まあ、止められなくて、まあ、暴投という形で、ランナーを二塁に進めてしまうと。で、野間選手にファーストゴロをパーンと引っ張られて、その時点でもうワンアウト三塁っていうのを作られてしまう。で、結果まあ菊池選手は三振取るんだけど、小園選手にヒットを打たれてしまうっていうところなんですけど、まあやはりこのワイルドピッチがなかったら、まあこれタラレバの話になりますけども、秋山選手ヒット、で、野間選手もこれファーストゴロなんでね。で、菊池選手も空振り三振じゃないですか。で、小園選手も、まあタイムリーは打ったんだけど、もしこれがね、ワイルドピッチなかったらどうだったのかっていうところを考えると、どうなってるかわからない。もしかしたら点取られなかったかもしれないんで、一つのミスかもしれないけど、ランナーを進めてしまうっていうところが、結果的にね、先制点につながったんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。
で、次気になるところ、これ3回裏ね。3回裏も、まあ、先頭ね、秋山選手を、ショートのね、赤巻選手のエラーで、出塁させてしまうんですよ。で、まあ、確かに今日ね、グラウンド状況とか、まあ、相手の矢野選手ね、ショート守ってた矢野選手もエラーしましたし、少し、まあ、スローで見ると、バウンドがね、最後のバウンドでパーンって跳ねてるんですよ。で、どっちの打球も。矢野選手の時も、門脇選手の時もね。だから、まあちょっと今日はなんかこうなんてグラの状況とか、まあ走者の足場とかでちょっとこう多少ね、なんて言うんだろう、変則的な打球になってたのかもしれないけど、ちょっとね、やはり、先頭バッターでね、秋山選手の、初回の時もそうだったけど、まああれはきつい打球だったんで、仕方ないかなっていう感じありましたけども、まあこのね、先頭バッターのこのエラーっていうのはちょっと痛かったかなっていう感じはありました。で、野間選手をファーストゴロと。で、菊池選手見逃し三振。で、小園選手に2本目のヒット打たれて、2アウト1、3塁ってなるんですけど、ここで末金選手デッドボール当てちゃうんですよね。で、2アウト満塁で、林選手を、まあ、三振取るんですよ。三振取るんですけども、まあ、小林選手の構えとは全然違うボールを投げてね、2球連続かな。すごく外のボールを要求してたんだけど、めちゃくちゃ内に入ったりとか、こんな投げミスするかなっていうレベルで、結構投げミスをしてた。まあ、結果的には三振だったんだけど、そういったところを見てると、今日の戸郷投手、なかなかボール操れてないなっていう感じはすごくしてました。ただ、それで、2失点っていうのもすごいと思うけどね。うん、僕は。はい。で、4回表気になったのは、これね、坂本選手ワンアウトからツーベース打つんですよ。非常にうまいことツーベースって、で、ワンアウト二塁っていうところで、萩尾選手です。まあ、結果的に三振してしまったところなんですけど、ここの配球っていうのがね、結構予想外だったと思います。で、一球目、内に、インサイドにカットボール。うん。初球から内にカットボール。で、ストライク。これまずすごいと思ったんよ。これね、相当自信あるボールじゃないと、ランナー二塁いて、チャンスの場面で、うちのカットボール出せないと思うんです。出せないし投げ切れないと思うんですね。でもそこを投げ切れると判断した相澤選手ね、素晴らしいと思います。で、2球目外行くんかなと思ったら、またインサイドのまっすぐ行ったんですよね。で、これストライクというところで、もうここで2ストライクノーボールなんですよ。もうこの追い込まれ方したら、なかなかバッターはもう頭こんがらがって難しいと思うんですよね。で、カットボール、外のボール。で、ストレートの外でファール打つんだけど、最後またカットボール。まあ、インサイド、あんだけ意識させられてるから、もう一回インサイド来るんちゃうかっていう頭になっちゃうんで、どうしても。で、外のカットボールで三振っていうところで、もうこれはね、相澤選手の配球というか、まあ、投げ切った大瀬良投手もすごいですけども、これは相澤選手がすごいなっていうふうに思いました。で、小林選手はショートフライでね、結局この回点入らないというところ。はい。で、次は、これ4回裏ね、これ、まね、前、この間もそうですけども、走塁、この間のね、僕前褒めたと思いますけど、これ矢野選手ってめちゃくちゃいい選手だね。1打席目もストレートカーン、レフト前にヒットで打ってるし、で、この先頭の矢野選手、これ2ベース打ってるんだけど、これも次、先ほどまっすぐ打って、次カーブを、ちょっと前出されながらカチン打って、これ2ベース打ってるんですけど、これね、いい選手やなと思いました。前のカードかな。3投もありましたし、これね、この選手足速いし、マジで、やっぱいい選手やなと思います。で、相澤選手デッドボールでしょ。これもデッドボールの当たり方も上手かったですよね。ちょっと当たりに行ってたしね。これ、スローで見ると。で、ここですよね。ノーアウト1、2塁で、オールセラ選手バントするんですよ。で、2塁ランナーが、矢野選手足速くて、で、1塁ランナーが相澤選手で足があんまり速くないというところで、カズマがチャージしてね、来るんだけど、サードはもう諦めて、花からセカンド狙いに行ってね、セカンドアウト取るんですけど、これは判断としては良かったなと思うし、多分事前にね、多分言ってたと思うんで、そういったところのベンチとの連携っていうのはすごく上手かったなというふうに思いました。で、ワンアウト一三塁から先ほど言ったようにね、秋山選手のセカンドゴロで、まあゲッツ崩れという形で1点取られるというところで、まあ、そうですね、門脇選手の、まあ、エラー、冒頭というところで、ランナーも二塁行くんだけど、ここも野間選手でしっかりセンターフライ打ち取れたっていうところ。で、ここでもし点取られてたり、追加点取られてたりしたら、3点目取られてたら、ちょっとね、これ門脇選手やばいなって感じはあったけど、ここよくね、戸郷選手が踏ん張ってくれたな、というふうに思いました。で、次ですね、5回表ですね。これ、ここの回を、僕さっきほど冒頭に5アウトっていう言い方しましたけど、ここなのよね。
これ先頭門脇選手ファーボール出ますと、維持で出ますと、でノーアウト一塁で戸郷選手バントするんですよ。で大瀬良選手がセカンド投げるんだけど引っ掛けてしまってエラーになっちゃうんですよ。送球エラーしちゃうんですよね。ここでまず、1個エラーね。でノーアウト1、2塁で丸選手がキャッチャーゴロね、これも2ボールからストレートだと思うんですよ。それを早く振りすぎたのか、もしかしてカットボールなのかな、わからないけど、なかなか2ボールから狙いに行ってキャッチャーゴロって僕あんま見たことないんで。でここですよね。でワンアウト1、2塁で佐々木選手がセンターフライで、ツーアウト1、2塁になった時に、吉川選手、なんでもないショートゴロを、これ、矢野選手バーンってエラーするというところ。で、これ、この回、エラー2つ目。で、ノーアウト、ツーアウト満塁で、岡本選手が、レフトフライというところで、結局、この回、5アウト取られてるんですよ。5アウト取られてるんだけど、点取れてないっていう。5アウトで点取れへんかったら、そらあかんやろっていうところ。はい。まあまあ、点取れん時はこんなもんやけど、やはりまあね、うまいことインサイド見せながらカットボールというところが非常に精度高かったなっていうふうに思います。で、5回裏、ですね、これも、戸郷選手ね、なかなかこう、三者問題ないっていうふうな言い方しましたけども、これも、菊池選手、レフト前ヒット打たれて、で、ノーアウト1塁で小園選手ね、ここまで、打たれてますけども、ショートゴロゲッツーで打ち取るんですよ。で、ここで、三人目切ったらね、三者凡退になるじゃないですか。なんですけども、ここで末金選手をファーボール出しちゃう。まあ、粘られて、非常に難しかったと思うんだけど、ここでファーボール出しちゃうっていうところで、なかなかこうね、流れをね、引き戻せないっていうところがあったと思います。で、まあ、ツーアウト一塁から、林選手のショートゴロを、門脇選手がね、うまいことファインプレーして、まあ、エラーの挽回じゃないけど、しましたけども、やはりね、ここで末金選手、まあ、粘られて、厳しいかもしれないけど、ここでね、しっかり終わって次の回、攻撃っていう形にね、つなげていってほしかったなっていうところはありました。で、6回表も、これも、この回もなんですよね。先頭坂本選手ヒット出ますと。センター前ヒット。で、萩尾選手が、レフト前ヒットですよね。で、これ、ノーアウト1、2塁っていうチャンス、大チャンス作るんですけど、小林選手がね、まあ、足開いて、もう完璧にもうバントですよっていう形で挑んでるんだけど、それをバント、スリーバント失敗で三振に終わってしまうっていうところ。ここがね、非常にね、ここ遅れたなっていうところはありましたよね。で、門脇選手がサードゴロ。で、ピンチヒッターの岸田選手が、ファーストゴロというところで、結局ね、これ、この回もヒット2本出るんだけど、得点できないっていうところ。はい。で、ここで最後気になったところですね、これ7回表ね。7回表も、これ、堀江選手、ピッチャー堀江選手に代わって、ここチャンスやと、叩きどころやと、大瀬良から変わったらいけるかもっていうふうに思ってたところ、丸選手がね、センター前ヒット打って、うわ、いけるやっていう形でボルテージ上がってきましたと。で、ノーアウト1塁で、オコエ選手が、まあ、ゲッツー、セカンドゴロゲッツー打っちゃうと。まあ、いい当たりだったんだけど、まあ、その、まあ、仕方ないよねというか、バントして、ゲッツーになったりするのはちょっと、いかがなものかなっていうのを思うけど、バントしてなくて、ヒッティングで、サインをして、それでお前ゲッツー打つなっていうのは難しいと思うので、どっちかだと思うんですよね。ランナーを送るためにバントをするのか、それか、ランナーを貯めたいとか、っていうふうに思ってヒッティングにして、ゲッツーになってしまう。それは、ゲッツー打つなよっていうのは、それちょっとね、難しいところだと、それはちょっと言い過ぎやなっていうところはあるので、これはね、いい当たりだったし、惜しかったんだけど、まあ、ここを繋げたらね、オコエ選手のもっと、こう、存在価値っていうのは上がってくるのかなっていうふうに思いました。ただ、打撃の内容としては良かったと思います。いい当たりだったんでね。で、ツーアウトから吉川選手が、まあ、ピッチャーへの内野安打。で、ピッチャー、矢崎選手に代わって、ツーアウト1塁で岡本選手がサードフライというところで、まあ、ここ、あれですよね、終わりというところ。で、まあ、8回裏、まあ、ここ書いてないですけども、まあ、平内投手もね、6回、7回、パーフェクトっていうところ。で、8回も井上投手投げましたと。で、ワンアウト取ってから、ちょっと気になったところは、ワンアウト取ってから、まあ、末金選手にフォアボール出すんだけど、これも、ツーストライク、ノーボールからフォアボール出してるんですよね。なかなかこう、決め球がないというか、インコースの低めにスライダー、カットボール系を投げてるんだけど、結局振らないっていうところ。相手がやっぱマークしてるし、なかなか、バット振ってくれないというところで、落ちるボールを投げるのか、それともそのスライダーを生かす配球をもっとしていくのか、そこはね、
やっぱり、井上投手ね、これから、成長していくためには必要だと思うし、まあ、結果ね、0点に抑えてるんだけど、ここはちょっと気になったなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日、まあ、大瀬良投手というところで、非常に好投手で、こっちもね、戸郷投手で挑みましたけども、まあ、0点というところでね、0点だったら一生勝てませんよっていうところで、まあ、相手も2点なんだけど、それ届かずというところでした。まあ、去年からすると、結構ね、デビッドソンか、とかにホームラン打たれたりとか、まあ、末金選手に、まあ、打たれたりとか、非常によくあって、なんか、松田ではめっちゃ点取られてるわ、みたいな印象ありましたけども、まあ、デビッドソンもいなくなったし、そんなめっちゃ点取られてるイメージは今年もないんだけど、結局、ジャイアンツ側が点を取れてないから。点を取られてないんだけど、点を取れないから、結果負けるっていうところでね、まあ非常に、カード頭、非常に厳しい試合になってしまったんじゃないかなというふうに思いますが、明日は赤星投手でね、菅野さんの代役という形で、挑むと思うんですけども、やはりね、気合は入ってると思うし、このチャンスをと思って、赤星投手は投げていくと思いますので、そこをね、なんとかこう、打線陣っていうところは、カバーしてもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。